ースポケット。はい、こんにちは、ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、まずはログインボーナスですね。さあ、農園行きましょう。で、和風石ゲットです。そうですね、たくさん餌あげられます。絆のなんかガチャがあるみたいです。絆ですか。で、10回引いてみましょう。さあ、どうなるかな。ギャラントアロー、メジロランバダ、ファスト立山。お、なんか来るぞ。ワキヤだ。サイレンス、スズカの母親ですね、ワキヤっていうのは。再度ファスト立山。同じもんばっかり。ドキタル。これで最後かな？エキサイドトラップか。ワキヤをゲットしましたね。ワキヤは。確保しときたい。スターホースガチャも手に入れましょう。大概、弱いものとか、不変動って言って、アイテムを手に入れられるんですけど、そうですね。まあ、合成用ですね。まあ、わかりやすく言うと。ところで、神社も行っときましょう。ラッキー話です。ご存知ですか？太鼓ドリンク、一発ドリンクってなんだろう。面倒まだなのかな。刀アイフォン。エントリーはしてます。開催中なのかまだ。24回プレミアカップの決勝？そうなんですか。どう？決勝戦観戦しないといけないみたい。アマさん、イベントーマ。投票受付を開始します。はい、みんなすごい名前すごいですね。ちょっと実況してみますか。でもまあ杉本さんがいるか。さぞや盛り上がりますよね。さあ、決着の時、この最終戦でシールが決します。栄冠をつかむのは果たしてドローンまでやりましょうか。さあ、飛び出した12頭。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。小組さんが先手を取りました。
コグミさんか、コグミだったらなんかアレジがいそうですね。4番モグモグウイニング、それから8番アトラクティブ、ここから712メートルのファーイーストトンネル、プリケッツパイヒーがそのうちにいます。そしてその後ろから5番キャロルユニバース、外から1頭ミスオールバースデイ、内を通って7番ワンダーティーフ、アバサン2弁当馬はこの辺り、その外12番ビーボハリケーン、そしてそのうちにスプリンツテスト。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭行くのはジュニアアルペジオ、大きくリード、うん、それから10番コグミさん、ちょっと離れて4番モグモグウイニングであります、8番アトラクティブ、そのうちにプリケッツパイヒー、5番キャロルユニバース、その後ろでやりましょうか、ミスオールバースデイ、そのうちからは7番ワンダーティーフ、そして一番人気のアマさん2弁当馬、なかなかいい感じ。サースタンドからは大歓声、ね、いや日本中から大歓声だ。アマさん2弁当馬直線の伸び足はどうか、先頭岡部とジュニアアルペジオ、アマさん2弁当馬まだ来ないのか、まだ来れないのか、ま、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、ジュニアアルペジオが抜け出した、ムチラ飛んでいる、このビューニング、ジュニアアルペジオ先頭、このまま左右まで行ってしまうのか、ね、ミスオールバースデイ完全にかわして先頭に立った、1着9番ミスオールバースデイ、そしてジュニアアルペジオが粘って2着、最後大外なんか飛んできましたね、ミスオールバースデー、このミスオールバースデーが優勝です。すごいです。1着9番2着、さあ我が馬はどうなったんでしょうか。プレミアカップの決勝も出てないみたいですね。クエストを達成しました。ちょっと1レースだけやってみますか。プレミアカップで結構時間取られちゃいましたけど、もうちょっと時間もありそうなので、今ですね、ベスト体重が確か502キロだったので、この馬体重です。先日の話なのですが、気合十分ですね。ところで、そうですよ。まずまずでしょうか。いい感じですね。さあ、そうそう、レース出したいですが、クエストを達成しました。ね、状態があんまり良くない。ご存知ですか。ちょっと馬体重がまだ軽いのかもしれません。これが502キロ、なかなかパワーアップしない。先行ですね、適正な馬体重です。疲れてますね。適正な馬体重です。これでベスト体重だったと思いますが、宝塚ちょっと長い、 CBC も行けなくもないですけどね、結構出せるレースが少ないな。ミニステークスかな。
します。まずまずでしょうか。ところで、適正な馬体重です。嬉しそうですね。お、まったですね。やめときましょう。温泉なんかもありますね。ゲート、プール、販路。適正な馬体重です。いい感じですね。さあ、クイーンステークスが近づいてまいりました。農園で収穫できます。特製な馬体重です。いい感じですね。さあ、これでいよいよクイーンステークスかな。結構スピード重点に上げたような気はしますけど、今週はレースがあります。今日はこんなレースするわけないです。これで502キロ、ベスト体重ですね。素直大逃げの兆候、何でしょうね。お、1.2 倍、圧倒的ですね。これは勝っておきたい。他ですね、印がついてたり人気の馬ですけど、2番人気がマイネ・サマンサ、そして3番人気にヤマニーシュクル、4番人気がデアリングハート、ブルーメンブラッドが5番人気です。あと人気がない割に印がついているとしたら当選女王ですね。それから 6TA のこの辺りがついてるのか、7枠だな両方とも。この2頭の2頭を馬連で買っときましょうか。面白そう。6から9、10か。感じで、まああんまり大きくは買ってないですけど、さて、クイーンステークス札幌芝 1800m、 雨で不良ですね。一瞬静まり返る場内。あんまり坂のフラメンコは大馬場というか、ゲートは開いて飛び出した12頭であります。乾いてないヌルサババはあんまり得意じゃないというふうに聞いておりますが、先陣の影響はちょっと心配されますね。同戦両王が先頭に立ちました。内を通ってタッチザピーク、10番ロフティエイム、ほとんど馬体が合っています。まもなく第2コーナー、マイネサマンサ、これがカタノフラメンコ。1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。武豊騎手、そしてそのうちにデアリングハート、その外さあ飛ばしましょう。スプリングドリュー、大歓声が上がる札幌競馬場。もう先頭に立ってますね。札幌競馬場先頭行く黄色い帽子はアタノフラメンコ。ここでは負けられないアタノフラメンコ。先頭竹豊とアタノフラメンコ、これは強いや。アタノフラメンコ先頭、アタノフラメンコぶっちぎったぶっちぎった。アタノフラメンコ今日は強かった。スピード調整をしたのは功を奏したのかもしれないですね。圧倒してました。3番ですか。以上のように確定しました。惜しかったな。ワイドだったか。
まあ、ちょっと人気サイズですね、デアリングハートだと。よく頑張りましたね。お、デイリークエストですと、デイリーガチャが引けますね。さあ何が出るでしょうか。まあそうですよね。もっといいあのものを期待したいんですけど、それに甘くはない。今496円、ベストが500人だから、もう報告させましょう。何か用ですか。そうですね、ゆっくり休んでほしいと思います。はい、というわけでですね、今回のスターホースポケットは、ここまでとなります。はい、ブログ、ツイッターやってますので、あの下の説明欄に入れてますので、遊びに来てください。またですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では最後にですね、関連動画とか、動画プレイリストなどを、終了画面で掲載いたしますので、そちらの方4つありますので、アクセスしていって、動画を見ていただければ非常に嬉しく思っております。はい、次のカタルフラメンコはですね、G2 できれば G1 にチャレンジさせていきたいですね。はい、ようやく残り52周ですけど、ここから大きなとこ狙っていけるんじゃないかなと、はい、思います。またヒーマーなので引退した後の母親もありますしね。はい、というわけで、私ゲーム動画で行こうでした、また次回よろしくお願いします。バイバイ。何か用ですか。用ではないです。